今日衆議院議員選挙公示されました。はい、先月の解散宣言からですね、事実上の選挙戦スタートしておりまして、これまで街頭やメディアで党首討論など論戦が事実上スタートしてもう、3週間余りになります。一方前回の記者会見からですね、また新党が生まれたり消えたりしまして、いわゆる第三極と言われている部分も、どうやら二分化の方向に進みつつあります。これまでの論戦等を含めまして、改めて、代表幹事から選挙戦に求められることをお願いいたします。一つはですね、二点申し上げたいと思います。一つは、比較的解散の宣言から、この公示の日までですね、時間が短かったということもあります。またおそらく各党ですね、こんなに早いとは思っておらなかったのかもしれませんが、それにしても、私ども選挙公約マニフェストをどう読んでいただいても結構ですが、できるだけ国民の選択に応えられるように、それぞれの主張を内容を詳細にきちっと出していただきたいということで、皆さんもホームページに掲載しておりますし、この間記者クラブでお話をさせていただいた内容がここにありますけれども、そういうものを出してはいただいております。で、誠実にお答えいただいたことには感謝をしておりますが、まず一つはですね、やはり各論にわたっておりまして、それぞれの政党がこれからこの転換期に差し掛かってですね、どういうこれから国家像を目指していくのかという、そういうふうな観点からのですね、きちっとした党としての姿勢が明示されてないことが、いささか残念だなというふうに思います。それからもう一つは、具体的な政権の公約といいますか、構想といいますか、その内容につきましてもですね、もう少しきちっと明確に書いていただくことを期待をしておったんですが、民主党政権のマニフェストの、いろんな紆余曲折とかを皆さんご覧になった結果かもしれませんけれどですね、少しそこら辺が明確さに欠けているという点で、有権者の方にとってはですね、なかなか選択をするのが難しいのではないかなというのが思います。それともう一つは、この政権公約に基づく活発な政策論争を望むという、記者クラブで発表させていただいた趣旨書みたいなものをところに書いてありますが、要はですね、確かにこれまでの政治の決められない政治、前に進まない政治、あるいはさまざまな紆余曲折、そのようなことを考えると、国民の政治に対する失望感というのはかなり高いではないかなというふうに思います。しかしながら、政治に対するその不信感が仮にあったとしてもですね、今日本がこういう転換期に差し掛かっている時には、それでも有権者に与えられた選択の権利を行使するという意味ではですね、ぜひ投票に行っていただいて、選択が難しい中でも一緒に考えてですね、きちっと投票をしていただくことをお願いをしておきたいと思います。そうでなければ、極端に言ってですね、選択が難しくしても、そういうことを行使した上でなければ、ただ批判だけをするというのも有権者としてはですね、あまり、好ましい態度ではないと思います。その2点をちょっと申し上げたいと思います。すみません、共通信飛び瀬です。質問ちょっと具体的なですね、今回の総選挙の争点で2つ質問させていただきたいんですが、1つは金融政策が争点となるので、ちょっと珍しい総選挙かなと私は思っているんですが、私、選挙で私 の, その記憶の範囲で、金融政策が争点の総選挙というのは、今までなかったやりと思っているんですが、非常にその大胆な金融政策というものをですね、望む、政権についての執行する
というふうに表明する政党もあれば、まあ、それは禁じて、禁じてであるという政党もあります。で、実際に、まあ、経済界の人の話を聞きますとね、まあ、仮に効果がなくても、まあ、大いにやってもらいたいと、まあ、そうやってもらったおかげでその、まあ、金融政策の本来の目的じゃないですけども、その為替の円高水準というのがかなり是正されてくるんじゃないか、これは経済界にとっては非常に大きいという人もいますし、もし仮にやったとしてもですね、今その資金需要がないから、こうなんだか効かないじゃないか、まあ、こういうような意見、もしくはですね、まあ、やらないよりは効かないかもしれないけど、やってみたらいいんじゃないかという、まあ、そういう意見もありますけど、ね、代表幹事のですね、この金融政策に関するその各党の論戦についてのご見解を改めてお伺いしたいと思います。各党があまり活発に論戦をしておられるというふうには必ずしも受け取ってはおりませんけれど、まあ、特に安倍総裁がですね、相当強く主張されたことが一時注目を浴びておりますが、まあ、私はもうあの時の定例記者会見でも申し上げましたし、アカデミアなんかで直接安倍総裁にも申し上げておりますが、あのようなことを申し上げ言っていただくのであればですね、やはりバランスの取れた発言をぜひしていただきたい。まあ、円高やデフレの脱却をですね、日銀の金融政策だけで全部解決ができるはずもないわけであります。で、政府も当然それと呼応してですね、きちっと特に経済成長に関してはですね、政府が必要な対策を打っていただく、そういうことが必要でありましょうし、またもう一つは、今、飛瀬さんのお話にもありましたように、日銀の独自性、あるいは特別性、あるいは日銀がやるべき権限の範囲、まあ、そういったものが明確に定められておりますし、まあ、世界の中央銀行の中でですね、まあ、これは復興の原資の時にもありましたが、交差を出して日銀を引き受けたらいいんじゃないかという話もありましたけれど、最終的にはですね、ああいう形で、一旦は決まった法人税の下げをですね、税率の引き下げを3年間は一部猶予するという形での原資の調達ということになったのでありますし、まあ、そこでも同じような論議があったように、直接、まあ、それが建設国債であれば赤字国債であればですね、今引き受けるということは好ましくないし、あまり例がない。ただ、まあ、総裁はそれは買い置けということは市場から買うことということであって、直接引き受けるということが違うんだということをおっしゃっています。まあ、そこら辺がまあ、ちょっと微妙なところではありますけれどもですね、常に政府がやるべきものと日銀がやるべきものとお互いがきちっと理解をした上で、我々がここを部分はやるから一緒に協力してここはやってくれると、まあ、そういうことが望ましいというふうに思います。まあ、それから日銀の金融緩和がですね、不十分であるのかどうかということについてのご質問でありますが、これは結果としてやってみないとわからないということだと思います。まあ、さまざまな論議があってですね、まあ、つい今日の新聞の中にも、通貨供給量を80兆円を超えた81兆円の国債の購入利益額になったとか、なんかそういうことが確か出ておったりもしました。まあ、そういう意味ではですね、かってない金融緩和をしておられるわけではありますけれど、例えばフェドとの関係で通貨供給量とそれから金融緩和のボリュームの関係からいるとですね、日銀はまだ不十分であるという言い方もありますが、日銀の論議からいくとですね、いやいやもう2000年代の初めから金融緩和をしてるんであるから、それ以前からの比較で見てもらうと決してそうじゃないんだと。で、この論議はもう結論までは出ませんので、まあ結論を出そうとすればですね、よほどの副作用がない限りというのは、常に財政規律、それからその利息債務解消、プライマリーバランスをちゃんとやりますよという政府側のコミットメントがあってですね、なおかつ大幅に緩和をとにかくやってみるというふうに日銀がご判断をされるのであれば、
それは一つの考えとしてやってみる価値はあるかもしれません。でかつてのようにですね、円だけがそういうバランスシート不況の時にですね、大幅な緩和をやって円キャリートレードが起こったようなことは今の世界の金融状況では起こらないと思いますから、そういう考え方もあるかもしれません。したが、まあ、いずれにしても政府と日銀がきちっと話をしてやっていただくということが必要だと思います。次にですね、もう一点、まあ、日中関係が最悪の状態だと思われる。あ、そうですか。いや、今まで見た中でですね、こういうふうに総理が靖国参拝に行かれた頃よりも、まあ、はるかにいるんでしょうか。まあ、すいません、日中国交回復前の状況はもっと広かったでしょうか。でこの日中関係の打開というのが非常にこの経済界の中でも望まれているというふうに、まあ、よく聞くんですけど、まあ、当たり前ですよく聞くんですが、現在のですね、この日中関係が尖閣問題以降悪化したことによるその経済界の影響というのを、まあ、どのように対応が考えられているかということですね。それから、まあ、新政権が発足した場合に、まあ、どういうことを要望されるのかという点と、それから、まあ、対中強硬論を掲げている政党も随分あるんですけども、まあ、いろいろ意見を聞くと、こういう時はタカ派がですね、政権を取った方がむしろうまくいくんだという人もいれば、いや、それを今の状況でやると、昔に至って非常にさらに関係があったりというふうに見るタカ派と、2通り分かれるんですけど、これについて代表幹事どのように思われているのか、公開してた。あ、そうですかと申し上げたのは、まあ、最悪の時期、中国各地でですね、反日デモがずっと起きてて、まあ、破壊行為が、まあ、頻繁に起きて、そういう時期から比べるとですね、まあ、小康状態というか少し押し付けを取り戻しつつあるから、ただ望むべき関係からいけばですね、まだまだとてもその以前の状況に戻ったとは言えない状況であることは間違いないと思います。ただ、まあ、しかしながらですね、一旦こういう、 もう形になってしまった、起きてしまったことをですね、あるもないこともないと言ってもしょうがないのでありますから、ここから先はやはり経済界もそれから政治も政府もお互いの関係修復にあらゆるチャンネルを使って努力をするということしかないと思いますし、まああまりここでですね、お互いに傷つくけれど傷つくのはどっちの方がどっちだからとかそういう論議をしてもしょうがなくて、まあここは先人たちが血を絞ってですね作り上げた日中というのは好むと好まざるとにかかわらず一位対水の関係にあってですね、それを戦略的互恵関係という共通の理念に向かってですね、改善をしていこう、より良いものにしていこうというその原点に立ち返っていただいて、まあ少しでもお互いのロスが少なくなるようにですね、お互い傷つくわけですから、でお互いがやっぱり日中の経済とか補完関係にもあるわけですから、そういう形に持っていくように地道に冷静に努力を続ける、まあ、これしかないと思います。感謝が以上です。感謝どうぞ。一番最初総理から出されましたですね、この各党への公開質問状へのですね、感想をおっしゃられた中でですね、もう少し明確に書いてもらいたかったということを代表幹事先ほどおっしゃられたんですけれども、具体的にどの辺をですねもうちょっと明確に書いてもらいたかったなみたいなところがありましたら、教えていただければと思います。まあ、例えば一つの例を挙げますとね、原発の問題でも10年後に卒業なのか、まあ、20年なのか30年後なのかは、まあ、いろいろそれぞれお書きになってますけれど、じゃあその間の原発なしの時のエネルギー政策とそれからそのコスト、それからそれの受益者負担といいますか、そういった問題のバランスをきちっと見た上で書かないでですね、
まあ、ああいう、まあ、とにかく原発をなくすとかいうことを語りますと、それは多くの人たちはあの福島の事故を経てですね、原発がなくて済むのであればない方がいいという気持ちを持つのはやむを得ないと思いますし、ある意味では当然だと思いますが、そこに伴うですね、やっぱり時間軸と、それからその代替のエネルギーとそのコスト負担、従事者負担、まあ、そういったことまではやはりきちっと国民のですね、選択に応えられる選択の判断ができるようにちゃんと提供して、選択を求めることが求められておりますが、これは一つの問題ですけど、そういったことが全くというふうに言っていることを書かれてなくて、まあ、せいぜいですね、あらゆる政策を総合にするとかですね、まあ、まあ、就職後で書いてありますけど、中身は何なのということになりますから、まあ、そこら辺も含めて、まあ、これは一つの問題ですけど、もう少し掘り下げて書いていただくのが国民にとってはより親切だ。テストとしてですね、そういう記述がかなり削られているようなですね、印象を受けるんですね、全体的に言うと。この辺のところを大変感じはどのように受けてるんですか。まあ、おそらくですね、民主党さんが政権を取られる前の作りになった分については、まあ、例えばよく問題になります、16.7 兆円のですね、経費を、というか、歳出削減ができるようなものをひねり出して、それでもって、まあ、子ども手当であるとか、無料化高校とか、学校の授業無料化だとか、そういうことをやりますとか、いろいろ言われましたが、そのこと自体が結果としてはですね、現実実現できなかったわけであります。そういったことも見ていたり、あるいは自分たちで経験した人たちはですね、あまり詳細に書くのもどうかなと。ただ、まあ、その金額の問題は別にして、やはり、政治家あるいは政党というのはあくまでも政権選択をする投票者の側に立てばですね、どういうことを知りたいか、あるいは判断ができやすいような材料をきちっと提供しているかという観点で、もう少し詳細に書いていただく必要があるのではないかなと思います。まあ、そういった意味では、まあ、ビジネス感覚でいけばですね、カスタマーに自社の製品を買ってもらう、サービスを買ってもらうためにはですね、そういう選択ができやすい自社の製品のメリットをきちっと明確に差別化した形で伝えるということが当然のケースでありますが、まあ、そういったことすらもなんかバヤッとオブラートに包んだような形でしか必ずしも表明されてないんじゃないかなという感じがいたします。少しですね、中長期的に見れば、世界の先進国の中でも 最速で少子化と高齢化が進んで、まあ、2050年頃にはですね、もう65歳以上かな、はい、4割ぐらいに達するというふうに言われている、そういう高齢化社会が、もうかってない、経験したこともない高齢化社会が来る、それに向かってですね、本当に安心できるような、まあ、安心はまあ気分の問題ですけれど、まあ、持続可能なですね、社会保障制度をどう構築していくんだとか、まあ、そういう話でありますとか、それはまあ少し中長期的な一番の根本になる部分だと思います。それから、それよりは少し短い、タイムスパンで見ますとですね、この国を本当にじゃあ再び、デフレ円高から脱却して成長に乗せるために何をするんだということについてもですね、まあ、民主党の場合は相変わらずの産業政策で、ライフイノベーションだとか、それからグリーンイノベーション、それと、まあ、農林水産業の独自産業化、それに中小企業の活性化、まあ、その4本柱であるというふうに思いますが、まあ、自民党については必ずしもそこの部分はですね、必ずしもきちっと書かれていない。もちろん当面は
激支援のためにですね、公共投資も必要であるということで、まあ、そこが国家強靭化法案という法案提出されたものとどこまで結びつくのかは分かりませんけれど、じゃあその先にそれは当面の景気をある程度刺激するという意味での、まあ、典型的な政策かもしれませんが、そのことそのものについてはスケールは別にしてですね、必要だろうということはある程度認めるにしても、じゃあその先何を思ってですね、この日本の経済を引っ張っていくんだと、まあ、そういったことについて党の方に何かお作りになって、それを今度もし政権を取ったらそれを政府の中に作るというふうなことはおっしゃってますけれど、それ以上の詳細な具体的なものが、まあ、ある程度目玉的なものが必ずしも明確に出されているというふうにも思いませんし、まあ、そこら辺のところをですね、まあ、一つの例として申し上げればちゃんと出していただくことが必要ではないかなというふうに。成長戦略、経済戦略について伺いたいんですけれども、公開質問上にも盛り込まれていたと思うんですが、まあ、改めてお伺いしたいんですけど、なぜこれまで自民党政権から成長戦略必要だと、まあ、いろんな紙も作ってきたにもかかわらず、それが進まなかったのか、長谷川さんご自身も成長戦略の作成にこれまで関わっていらしたと思うんですけれども、それこう前に進まなかったということについて、どのような思いを抱いていらっしゃるのか、ああ、そうですか。いや、私はまあ様々な理由がある中でですね、やっぱり皆さんが触れておられないのは抜本的に本質的な部分が2つあると思います。これはまあ前も申し上げたかと思いますが、一つは成長戦略のみならずですけど、まあ、特に成長戦略の場合にですね、主要なその政策課題といいますか、それを仮に合意して決めたとしてもですね、実行するにあたって複数の省庁にまたがることがほとんどなんですよね。ところが、じゃあ複数の省庁の誰がどういう形で最終判断と責任とリーダーシップを持って実行していくんだろう。そこには、まあ、予算と法律とそれから、まあ、人材というか、まあ、権限、まあ、そういうものをどう集約してきちっと責任を持ってやらせていくのか、ここがないんですよね。でいつも言われるのは省庁間の連携を密にしてとかね、そういう、まあ、お決まりの文句で言うんですけれど、それは言ったところで実際になった試しがないわけですから、これこそやはり政治指導で本当にそこにメスを入れるんであればですね、必要に応じて先ほど言いましたような予算と権限と人とをですね、集中投下できるような体制を作らないとダメだと思います。でよく、まあ、私が例として申し上げるのは、まあ、グリーンライフイノベーションの中に医療機器だとか創薬も入ってますから、創薬医療機器とかそういったところをこう、まあ、柱に据えるんであれば、研究、まあ、製薬産業あるいは医療機器産業の自社の研究以外にですね、政府系の研究機関であるとか、それからまあ大学だとかいろんなところで研究してます。そこと産業界を結びつける、ビジネスを結びつけるブリッジングの役割をするような、例えば日本版の NIH ナショナルインスティテュートオブヘルスというのがアメリカにありますが、それはブリッジングをやるためのそういう組織で、そこにライフサイエンスのですね、予算3兆円ぐらいを全部そこで一括してやってるわけですよね。日本の場合は残念ながらそれだけの予算がなくて、多分 4,000〜5,000億、経産省、厚生労働省、それから文科省合わせてもその程度だったと記憶してますが、それがまたバラバラになってて、それが一貫してないわけですから、そういうことをやっぱり形として見せていただかないと。ヨーロッパでもそういうブリッジングをするためのファンクションを政府が作ってる国もたくさんあります。だけどそういうことがされないと、本当に政府が本気でそこをやっていくということは不可能だと思います。それが一つと、もう一つは何度も申しておりますように、中央と地方との関係においてですね、まあ、税収の6割は中央が集めで、4割を地方が集め、使うのは6割を地方が使い、4割を国が使うという、その間を交付金という形で箇所付け、まあ、いろいろな条件付けで交付をし、おまけに、まあ、私はこれはある自民党の議員がおっしゃってたことは間違いないと思います。閣僚もされた方だから、
地方自治体で効率の悪い自治体ほど交付金がたくさんいてですね、同じような規模でもで効率のいいところは交付金が減されるというこういうまあ普通では考えられないようなシステムをいつまでも続けているということはですね、それは高度成長の時代の富の再配分をするメカニズムがまだ今も続いているんだったら別ですけど、皆さんおっしゃるように今は負担の再配分もしなきゃいけない時代に相変わらずそういうことを続けていることで本気で改革をしようというふうなメッセージは国民に伝わらないと思いますし、またもたれ合いの体制になると思いますから、そういったことにメスを入れていただかない限り、私はこれはもう国家戦略会議でも申し上げておりますけど、本気で改革、規制改革を含めた改革、制度改革に取り組んでいこうという姿勢が信じられないというふうに思います。で、まあ、規制改革、制度改革のいいところはですね、まあ、ものによっては違いますけど、ほとんどお金がかからないわけですよね。公共投資とかであればすぐ、まあ、何千億とか何兆円とかそういう金がいりますけれど、規制改革そのものはもうそのお金がそれだけ、財政の投資を要しないという意味でもまず率先垂範してやられるべきだと思います。そういった面で前回出された質問状への回答に、まあ、期待ができるような内容というのは盛り込んでいたことなどとかあるんでしょうか。いや、まだ私全部精査しておりませんのでですね、あれですけど必ずしもそうは思いません。そこまで突っ込んで切り込んで書いておられるところは少なくとも私が認識している限りにおいてはないように思います。決められない政治の産物というのは十二と立っているという状況、非常に国民にも選びにくい状況だと思います。単純にそれをどう考えるかということと、あとは年明け以降その選挙制度の議論というのが始まると思うんですが、そもそもその二大政党制で政権交代を可能にするために小選挙区にしたはずなのに、まあ、成り行きいろいろありますが今12党あるという状況があるので、中長期的にその選挙制度という部分も関連して考えるとどういうふうにご覧になっているか、それを見て教えていただきます。まあ、これは私は選挙制度の専門家ではないから分かりません。ただ私の個人的な感想を言えば、この決められない政治あるいは選挙できたというのが小選挙区制度の制ではないかという見方があることはよく聞きますが、じゃあ制度を中選挙区に戻したらですね、一概よりも良くなったというと私はそうは思いません。と同時にやはり政権交代が初めて本格的な選挙による政権交代が起きたのが今回は3年3ヶ月前が初めてですが、まあ、その結果が国民の期待を大きく裏切ったのは極めて残念なことではありますけれど、まあ、新しいことを試みを見るときにはですね、失敗ものつきものでありまして、大体企業でも国でもついてないときには悪いときに悪いことが起こるというのが、まあ、日本で起こったのではないかなというふうに思ったりもしますけれど、だからといってここでやっぱり諦めるんじゃなくてですね、より良いその政党、その選択可能な政党制度ができるようにですね、進化をしていっていただきたいというふうにやっぱり国民側も支えていく必要があるのではないかなというふうに感じます。そこも一つの手前の話です。12と並んでいるこの選挙戦自体をどうかな、まあ、過渡期でしょう。こんな状況がずっと続くとは思いませんし、ありえないと思います。まあ、主としてですね、民主党が政権を取られてから100人以上の方が民主党からも離党されましたですね。でその多くの方たちがさまざまな形の政党にの、まあ、できるのに関与しておられ、まあ、そこがこういう結果にも一部結びついたと思います。と同時に現状の政治の状況に満足しない人たちを救護しようとする第三極というのができています。まあ、それが大きく、まあ、言えば2つに分かれつつあるのかなという感じはいたしますけれど、これはやっぱりあくまでも過渡期であって、まあ醤油を捨てて街道につくという言葉で言ってしまえば、まあ、それまでではありますがですね、中身は相当違うものが一緒になって、実際にキャスティングボートを仮に握ったとしてもですね、党としてまとまって強いインパクト影響力を与えられたとすると、過去の経験から言っても極めて疑問ではありますから、
まあ、それは選挙の結果どうなるか、それを踏まえてどういうふうに核政党がされるかによって、明らかになってくると思います。自身続きですが、今の話にもつながるかとは思うんですけれども、今回の選挙は政権の枠組みをこう決める選挙だという報道が、まあ、いろんなところであるんですけれども、まあ、要は自公中心、民主中心、第三極だとか、で枠組みを選ぶ選挙だという報道にとても私個人なんですけど違和感を感じるんですけれども、その辺から私の個人的な感想ですか。はい、まあ、枠組みは決めるっていうか、まあ、延長線上ですよね、今の。で、むしろ選挙の結果遺憾ではありますけれど、私としては前も申し上げたことがありますように、まあ、いずれかが、まあ、自民公明連合が過半数取りになるということも、それはあり得るシナリオの一つだと思いますし、仮にそうなった場合でもですね、参議院でのねじれというのは、解消は来年の参議院選挙があるまでは、まあ、そこで解消できるかどうかは分かりませんけれど、そうする可能性すらないわけでありますから、まあ、幸いにして赤字国債法案だけは人質に取らないということが公示されておりますので、そこの予算の部分についてはある程度前に進むと思いますけれども、それ以外の重要政策課題についてはですね、必要に応じて、必要な政策連携を組むことによってですね、前に進めていくということだけはぜひ今後も継続してやっていただきたいなというふうに思います。それから冒頭金融政策のお話で、まあ、簡単に言ってしまえば安倍さんが一人でおっしゃっているので、まあ、争点ではないのではないかという趣旨のことをおっしゃったと思います。そういう理解はありますか。うん、まあ必ずしも争点になっているという自覚は私には認識は私にはあります。安倍さんがちょっと変なこと言って騒ぎになった。それはあなたの鈴木さんのご解釈でそこまでは私は申しておりません。ちょっといいですか。前回もちょっと申し上げたんですけどね、デフレ脱却っていうのは金融の問題ではあるんだけど、他の経済要因というか大きいわけですよね。ですから仮に 2% のインフレっていうんであれば、過去のデフレ要因分析をもっとしっかりやって、こういう政策を取ればこうなりますということを言わないとですね、金をジャブジャブに放出したらいいんだというのはこれまでもやってきて必ずしも成功していない分があるので、要因分析すると公益条件の悪化が一番大きいんですよね。それと賃下げの影響、この2つが非常に大きかったわけで、バブルの処理のところでやっぱり産業政策がスムーズでなかったっていうのは大きかったと思うので、ぜひその皆さんもよく分析していただいて提言していただくといいと思うんですけどね。まあ、それで金融政策の関連ってことでもないんですが、これで選挙終わると日銀総裁人事が本格的に動き出すのかなとか思うんですが、まあ、民間からの登用などという声もありますし、どういう場合には稲葉さんがいらっしゃったりとか、かつては早見さんがいや、ちょっと喉が痛いです早見さんが総裁なさってたりとか、いや、それについては、まあ民間だからどうだ、元官僚の方だからどうだということはないというふうに思います。で、どういう人がいいかについてまで私はちょっとここで詳しく申し上げられるだけの見識を持っておりません。ご勘弁ください。見識は何ながらもっていうのは何ですか。やはり何度かもう先ほどから申し上げましたけれど、日銀法できちっと確立されている中央銀行の独立性、独立性ということは維持をしながらも、できるだけやはり政府と日銀がですね、協力できるところは協力して、それは表面に出なくてもいいんですよ。それでちゃんとやっていただいても結構ですから。で、お互いやっぱり目指すところは一緒なんですから、お互いがあまり非難をし合わないで、きちっと協力できるような形でやっていただくことが一番いいと思います。中国の日本製品のボイコットが追い込まれてだいぶ悪化するという予想が出ているんですが、
長谷川さんからご覧になって、今後の展望として、提供官、提供の動向をどういうふうにご覧になっているかということと、あとは今後のリスク要因、特に2つ、1つはやはり中国の対日感情の悪化による、日本製商品とか日本産のものを避ける傾向の影響と、それは選挙も関連すると思うんですけど、あとアメリカの財政の崖がやはり世界的にも減速なんとか、リスク要因として意識されていますが、それもどういうふうにお考えになっているのか。むしろこれはどこまで一般的な見方かは別にして、円安あるいは株式市場の多少の復活、それ自体もですね、やはりアメリカの財政の壁に対して必ず、チキンレースではあるけど最後は妥協する、そういう見方が今、主流になりつつと思いますので、あると思いますし、それとは直接関係ないにしてもですね、自動車の対米輸出なんかも非常に好調で、大幅に伸びています。そういったことから考えるとですね、景気について要注意ではありますけれど、今急にですね、大幅な懸念をしなければいけないということではない。ただやっぱり持続的に景気をこれ以上ですね、下振れさせないような手は打っていく必要があると思いますから、それはどちらどこの政権を取ろうとですね、大型補正予算を組むということはおっしゃってますし、当然それは必要な措置であろうというふうに思います。それから中国との関係についてはですね、確かに買い控えとかそういうのは今後もある程度その産業あるいはコモディティにだいぶ違うんですけれど、継続はすると思います。ただそこはやはり日本の基本的にはですね、日本の製品の品質の高さだとか安全性の信頼度だとか、そういうことについて中国の消費者の方もよくお分かりになっているケースが多いわけですから、それを地道にその中国の皆さんに提供していくことによってですね、少しずつ回復をしていくという過程を取らざるを得ないと思います。病気と一緒でね、悪くなるときにはパッと一遍で感染するとか病気になりますけど、治るときにはやっぱり時間がかかりますから、そういったふうに考えざるを得ないと思います。でそこにそれを解決するのにですね、何か奇襲妙案があればですね、誰でもやりますけど、そういったものはないというふうに考えて対応していくことが必要だ、冷静に対応していくことが必要じゃないかなというふうに思います。本日事項がありまして、先ほどの本日事項がありました。本日事項に関しては、ね、これその社会資本のインフラの老朽化の問題が出てくるんです。そこに対するご懸念があります。意見くるというそれと、あとその今後経済対策というのがありますけど、公共投資の欲しいだというのが必然性です。あの事項の3条を見てですね、やはりなぜという感じを持つのは皆さん一緒で、私もそうでありますが、今皆さんおっしゃったようにですね、じゃあそれがそのインフラのですね劣化に全て結びつくかというと、そこはやっぱり慎重に見極めなければいけないにしても、あのような形で事故が起こったことの原因がきちっと決めされなければいけませんが、それを待たなければいけないにしてもですね、ああいう崩落事故が起こるということ自体がかつては想像もしえなかったようなことになりますので、少なくとも今もうすでに行っておられますし、中日本も会社にも捜査が入っているということでありますが、徹底的な原因究明をして必要なですね、予防措置、修理保全措置は当然取られるべきだというふうに思いますし、そのために必要な投資はですね、当然やらなきゃいけないと。それはおそらく、国土強靭化とは別にですね、もう一回インフラのそういう劣化あるいは保守点検整備の不十分なところについては、総点検をする必要があるだろうというふうに思います。二度と起こしてはいけない事故でありますだけに、そこは万全の体制を取ります。